皆さんこんにちは、下田介です。今回はですね、司法書士と行政書士の違いについて今日は説明をしていこうかなというふうに思ってます。この2つの仕事の違いって、僕らでもよく、議論になるところなんですよ。何が違うのかっていうので、多分区別がつく人っていうのは結構少ないんじゃない、むしろもう本当にレアなんじゃないかなというふうに、思います。で、実際にですね、こう相談に行くことになったりした時に、どっちに行けばいいんだっていうので、よく迷う方もいるぐらい似てるようで似てないような仕事なんですよ。実際のところどうなのっていうので、ちょっと今日はその辺を、お話ししていきたいなと思うんですけど、なので今回はですね、この2つの違いですね、司法書士と行政書士は何が違うのか、そして資格試験、これから勉強を目指す方もいると思うので、資格試験何が違うのかっていうのをちょっとお話をしていきたいなと思います。で、まずはですね、仕事の内容ですね、違うところからちょっと紹介をしていきたいなというもんですけど、司法書士って基本は登記系です。で、登記って何かというと、不動産登記、商業登記、いわゆる法務局に、名義変更とか、いうのを出す書類ですね。書類を作成したりとか登記申請を行うっていうものになります。で、例えば不動産を買う、売り主さんから買い主さんに名義変更をします。不動産の登記申請書類、いわゆるこう名義変更の書き換えですね、これのことを登記というふうに言います。それを法務局に出す仕事をやってたりします。なので基本は不動産登記、商業登記がもともとのメインでした。そこから、広がっていって、相続だったり債務整理だったり、成年後見、いわゆるこう法務局と裁判所絡みの仕事をしているのが、司法書士の仕事になります。で、裁判所の仕事も、もともとは裁判所書類作成業務だけだったんですよ。なので、裁判所に申請だけするお仕事だったんですよね。それが、昔ちょっと改正があって、簡易裁判所だったら、法務大臣の認定を受けている司法書士であれば弁護士と同じように簡易裁判所限定、つまり140万円以下の訴訟に関しては弁護士と同じように、民事裁判していいよと。ただこれはあくまで簡易裁判所です。なので、家庭裁判所とか地方裁判所の方は扱うことができません。対して行政書士はどうかっていうと、これもざっくり一言言うと許認可系です。司法書士は法務局でしたけど、行政書士の場合は市役所とか、区役所とかですね、いわゆるこう飲食やりますとか風営法やりますとか、保健所に申請出しますとか、いわゆるこう区役所系行政に、許認可の申請を出すお仕事をやってるっていうふうに考えていただくといいんじゃないかなというふうに思います。司法書士って許認可系ほとんどやらないんですよ。で、どうしても分野が被るところがあるので、そこが厄介なんです。例えば、相続、相続でいうと行政書士さん、じゃあどこまでやるか、遺言の作成はどこなんだっていうと、司法書士でも行政書士も結論からやれるんですよ。なんでかっていうと、公証役場でこの遺言とかって公正証書の場合は作るんですけど、公証役場の管轄って法務局なんですよ。っていうふうに考えると、司法書士って、法務大臣のもと、仕事をしてるし、法務局に書類出すっていうふうに考えるとですよ、遺言の作成書もいいんじゃないかなっていうふうに考えますし、行政書士さん、許認可って先ほど言いましたけど、正確に言うと個人の権利または義務に関する書類の作成っていうのがお仕事なんですよ。なので、遺言ってもちろん個人の、権利に関するものですけど、遺言を作る権利っていうことで、そういうふうに考えると、遺言書作成をお手伝いすることもできますっていうふうに、なってます。なのでこの辺がよく、揉めるところなんですよ。どっちのお仕事だみたいな。で、弁護士からするとそれは法的行為だからダメだみたいなのもあるわけですよね。で、遺産分割協議書を作りますっていうのも、これはもちろん揉めてるものは司法書士も行政書士もやることはできません。それはもう弁護士さんのお仕事です。でも、これまた細かいのが、遺産分割協議書の作成だけ、これもまた個人の権利または義務に関する書類なので、人の話を聞いてそれを文章に起こすだけなら行政書士さんでもできるんです。ただ司法書士がじゃあ遺産分割協議書だけでお金を取っていいかというと、またこれ行政書士さんのお仕事とかぶっちゃうので、本当はダメなんですよ。遺産分割協議書って不動産がある場合はそれをもとに法務局に申請をして名義変更とかするので、これ厄介なのが、不動産がある遺産分割協議書は、司法書士が作ってもいいよとか、なんか本当に細かいところなんですけど、お客様からしたらどうでもいいところなんですよ。登記でも、ぶっちゃけかぶってるところありまして、よく問題になるのは商業登記。商業登記って何かというと、会社設立とか会社の、本社移転とかですね、役員変更とかっていうのを、これも登記簿に表していくんですけど、この会社設立って、公証役場で定款認証っていうのをしないといけないんです。定款認証って何かというと、会社のルールを、
公社役場でちゃんと印鑑をしてもらうっていうものなんですけど、それをもとに法務局に提出しないといけないんです。ここが問題なのが、法務局に申請する申請書は司法書士しか作っちゃダメなんですよ。なので、でも定款認証までは行政書士さんでもできるんです。ここが厄介ですよね。なので司法書士だったら定款認証も、そして法務局への申請書も作れる。でも行政書士だと定款認証までできるけど、そこから先法務局への申請書は代理になれないとか、もう本当にもうお客様からしたら何回も言うんですけど、どうでもいいことなんですよっていうふうなのをずっと争ってます。特に今こう起業家支援とかっていうベンチャー企業とか増えてるんで、行政書士からするとやっぱり定款認証プラス、法務局の商業登記のところはやらせてくれっていうのを、職域を広げたいっていう思いで今やってるわけですよね。でも司法書士からするとそこ本業だったらやらせないよっていうのもあったりとか、なので、で今度司法書士からすると簡易裁判所じゃなくて家庭裁判所やらせてくれとか、本当にこの、弁護士、司法書士、行政書士でなんかこの職域争いをですねずっと、繰り返してるわけです。で、まあ、それこそこの簡易裁判所が、司法書士取得したのは司法書士からすると地位向上にもつながってるし、自分たちの仕事が増えたっていうのは本当に嬉しいことですよね。でもまあその反面やっぱり、リスクだったりとか、デメリットとか負う責任も増えてるので、まあ、一概全部いいとは言い切れないんですが、まあ、基本は、僕が思うにはですね、まあ、許認可と、登記っていうふうに考えてもらったら分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。僕はずっと司法書士でやってきましたけど、行政書士さんって本当に範囲が広いんですよ。許認可って一言言っても何千種類あるわけですよね。医療に強い行政書士さんもいれば、いわゆるこう風営法に強い、飲食に強いとか、本当に幅広いんですよ。資金調達に強いとか。なので、まあ、私は産廃に強いですとか、産業廃棄物の申請とかですね、宅建免許の更新に強いとか。なので結構行政書士でやっていくんであれば、何かに特化する、他の人がやってない何かの許認可に特化するとめちゃくちゃ稼げるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、もちろんそれのマーケットサイズだったりとか、ニーズによったりすると思うんですけど、僕らも例えば保健所にクリニックの申請をとかお願いするとき、お医者さんと、ね、医療法人出すかとか、その辺を行政書士と相談するんですけど、やっぱり普通の行政書士は分かんないですよ。もうそれを専門にやってる行政さんがいて、もう全部そこに集まってったりするんで、やっぱその方はそれなりにその分野でずっと稼いでたりするので、何かこれから行政書士さんを目指す方は本当許認可で特化する方が稼げるんじゃないかなというふうには思います。でこれから、受験生を目指す方に、ちょっと資格試験の違いをお話をしていきたいなというふうに思うんですけど、まず、難易度の違い、これもう難易度に関しては、だいたい司法書士の方がちょっと難しいです。だいたい合格率が 3% から 4% ぐらいですかね、まあ、100人いたら3人か4人ぐらいなの でそれに対して行政書士だいたいどのくらいかというと、まあ、10% から 12% ぐらい推移してるんですよ。だから100人受けたら10人から12人ぐらいなんで、まあちょっとは受かりやすいっていうふうに考えてもらうといいんじゃないかと思います。で、まあ、勉強の範囲もやっぱり司法書士はちょっと細かいです。例えば条文に関しても、あ、このレベルまで聞かれるんだっていうのは、もうこれちょっとすいません、感覚でしか、説明できないんですけど、まあ、過去問とか見ていただいたら、あ、この深さまで聞かれるんだっていう司法書士で、逆に司法書士受かった後に行政書士だと、あ、ちょっともうちょっと浅く聞かれるんだなとか、その代わり範囲が広かったりするんですよね。司法書士って11科目全部法律なんですけど、行政書士の場合ってちょっと似て違うのが一般常識とか入ってきてするんですよ。なんか特に IT 系だったりとか情報系とか、僕その辺ちょっと全然苦手なので、なんかうわこういうの出されるんだと思ったりしたんですけど、あと行政法ですよね。行政法って結構判例だったりとか、試験の形式はだいたい7月に司法書士があって、で11月に行政書士試験があるので、僕の同期とか知り合いはですね、大体司法書士7月受けて、そのまま、ダブルライセンスで11月に、司法書士から行政書士へ受けるっていう方が結構合格合格みたいな目指す方が多かった、まあ、その勢いで行きたいっていうのはあるんでしょうね。確かに自分のピークに、持ってきてるわけなんで、で基本司法書士もマークシート で行政書士もマークシートです。ただ40文字ぐらいの記述式が出るので、その辺はちょっと違います。で司法書士の場合は午前2時間午後3時間やりますが、行政書士は3時間だけです。午後の1時から4時まで3時間やってっていうことなんで、どっちが稼げるか理論ってよく聞かれるんですけど、まあ、どっちでもいいです。結局やり方なんですよ。さっき言ったみたいに何かに特化して稼ぐ行政書士さんいれば、別に、何千万って稼いでる人もいるわけですよ。で僕が知ってる人で上場してる行政書士さんもいるわけで、本当にあんま資格が
どうのこうのっていうよりは資格をどう使っていくかっていうのが本当にすごく重要なので、まああんまりこうどっちが難しいから稼げるとかっていうより考えるよりは自分がなった後にどうやっていきたいかっていうのを考えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はですね、司法書士と行政書士の違いについて簡単にまとめてみました。いかがだったでしょうか。さっき言ったようにお客様からすればどうでもいいことが結構僕らサービス提供側からすると本当に揉めてたりします。でも大事なのって本当にこう問題解決だと思うんですよ。依頼者の方の抱えている課題をどうやって解決するか、その手段として行政書士さん、司法書士、弁護士とかいうふうな資料があるわけなんで、まあ、自分ができる分野をやればいいし、できない分野を連携して紹介するとかっていうふうにやれば、まあ、依頼者のためになるのかなっていうふうに思うので、あんまりなんかこう無理せず全部自分でやろうみたいなのは思わなくて大丈夫です。なんか本当にこう連携しながらやっていくっていうのがすごく大事かなというふうに思いますので、まあ、ぜひこれから参考にしていただければ幸いです。ということで皆さん YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。また会いましょう。